入りが静かだな。心うるさいの慣れちゃったんじゃない。あれチャレンジはナンパー取って乗る人もいますから、ナンパー取って乗る人もいますから、だからアイドリングは静か。確かにエスカだからサイドブレーキついてないんだよ。そうです、本来は。いわゆるベレーザ赤よりもちょっと朱色がかったよね、色が。いい、あの丸ボロから赤かったって、またそのとこ来ちゃう。あの手の色だと思う、ね、あれは明るいので、ね、はい、本来のフェラリーベレッチが出てたっていうのはちょっと黒っぽい、黒っぽいですね。だから4番チャレンジって割と明るい赤ですね、はい、僕の430もそれだったね、そうですね、丸ボロからみたいな、丸ボロからで、ちょっとそう、なんか蛍光っぽい、蛍光っぽい赤ですね。いや、帰ってくれますよ。曲がりますよ、すごい。あの、向こう側の、噴水のバーのターンあるじゃないですか。あそこ、ラリー車とかは、ドリフトで曲がるんですよ。はい、中ね、あ、もうこのマテール流してるぐるっと、そうか、あの、もうくるって回る感じ、そうです、もうドライブですね、調子いいみたいですね。シフトのタイムラグはない、はい、あのモデル変わるたびに短くなってるんですよね。458のチャレンジとかってこのままずっと全開出していくともう切れ目がない感じですよ、音の。あ、近づいた。そうですね、 L1 に行ってきた。3号モデル F1 から始まったじゃないですか、はい、それがすごいよね。3号モデルは一呼吸ありますからね、あーんあーんって、これはもうずっと音が続きます。でも僕はね、参考この音っていうのは未だに好きですけど。ああ、参考いいですよね。あれ、エンジンを煽ってる音がしますけど、あれは自動的に車がやってくるんですよね。ギアを変わるときに一回エンジンを煽ってでギアを変えてまた戻すっていうのを車が自動的にやってくれてます。そういうことが増えたよね。ブリッパーって言って今みんなついてますね。国産車でもある、国産車もついてます。ただエンジンの音が静かなんでブリッパー入れてもあんまりわからない。助手席つけてる。あ、レース、一応街乗り。チャレンジは基本的にはみんな売ってる状態ではナンバー取れる仕様なんで、助手席になっていい。
さあ次は D の246出てきます。もうおじさんからするともうよだれものとは246